マディウンは、インドネシアジャワ島東ジャワ州の西にある都市である。農業の中心地であり、1948年のマディウン事件でも有名である。また、マディウン県の県都でもある。マディウンは、スラバヤの西南1 6 9キロメートルにあり、1992年、の人口は、19万823人である。平均海抜は6 3ルで、 そばにマディウン川が流れており、この川は、文川川の主流になる。この市は、東のウィリス山、標高3285メートルなどの多くの山に、囲まれている。年平均気温は、摂氏20から35度である。第二次世界大戦時に、ジャワが、日本の占領下になると、多くのオランダ人が、収容所に収容され、マディウンにも収容所が作られた。 そこの憲兵隊の何人かは戦後 b c 級戦犯としてバタビアで裁かれている。ここは1948年にインドネシア共産党によって起こされた事件の場所である。同年に結ばれたレンビーユ協定によって共産党影響下のゲリラ部隊などは解散を命じられた。これを拒否した共産党実行部隊はマディウンで政府機関を襲撃し、 ソ・アミールスジャリフディンを中心とする革命政府受立を宣言した。しかし、インドネシア共和国軍に包囲され、9月30日にマディウンは解放された。数千人が殺され、3万6千人が逮捕された。10月31日には、ソを含む数人の指導者が処刑された。ディパヌサンタラアイディット等の他の指導者たちは中華。 人民共和国に亡命した。ありがとうございます。